僕のウィキ見たんすか。ちょ今から見ますわ。了解です。でもねそれ内容薄いんですよね。2度の炎上をしています。1度目はまだ YouTuber として活動を始めてない頃、はい、ああ元幼馴染とのあれか、ナジミーズが誕生。そう。その後もカイトさんから一方的に投げ突き放し、やばいっしょ、しましたが決別。やばいっしょ、書き方。カイトさん悪者やめっちゃ。えぐいっしょ。マネージャーに相談したんですよ。いや僕反論ちょっとしたいっすって言って。いやでもこれ数負けてるんでこれはもうちょっと謝りましょうっつって謝るしかなかったんですよね。その時2度目の炎上はもうさらば、うん、いや脱退されても会社さん仲良くされるのに若干含みを入れた会社をしてなことによって死ぬほど仲いいんですよ僕哲也と。はいはい。ただなんかその冗談で言ったつもりが視聴者は真に受けて、あまあでも正直その1回目の炎上があったからでしょうね。あまり僕の印象が良くなかったから、その当時現在でも一部からはかなり嫌われているのが現状です。現在一部どうなんやろな、今はどうなんやろ。今どうなんかな、ヘンディ嫌われてんねや。今どう思う、俺嫌われてんのかな。一部からかなり嫌われてるって。え昔嫌われてたもん、うん、そもそももしかして嫌われてたよだいぶ。あそうなん、どうだったら嫌うんヘンディのこと。いややっぱそのあれでしょ、あのもしこれある話ね、とある話、ね、とある話として聞いてください。もし友達と一緒におって、で僕はいつも車出すんですよね。生活費も苦しくなってきて、やっぱそのどこどこ行きたいってなったら俺車出してみたいな、うん、でガソリン代とかめっちゃかかるから車の維持費もあるし、で普通に社会人やしウェディングプランでやってたから、それどこどこ行きたいんだったらガソリン代だけでも欲しいと言って、でいつももらってなかったほぼ。で帰るときにだからまた忘れてたよねそれを。あごめんなさい、ガソリン代ちょうだいって言ったのよ、うん、その時に1000円くしゃってされてパッて投げ捨てられたことある、うん、どんなやつやね、うん、縁切った方がええで。だからいやほんまに、だからそれはトリガー、あー、うん、あのおいおいマザーマザーなるほどね、あなるほどね、トリガーがあったんやね、あなるほど、そういうことか、なりみんなが知らないね、もっとあるけどね、もっとあるけどあるけど、まあ、それがトリガーやったなっていう。あ確かにそれ傷つくな、うん、あ確かにな、まあ、あれなんやろな、調子乗りの時期やったんやろな、多分そうやろな、でもそれ言いたいんすよって言ったけど、あかんかった、その時のマネージャーに、いやここは抑えてくださいと、耐えてくれ、うん、耐えて、もう一回謝って穏便に済ませた方がいいっすってなって、でヘンディが全炎上を被ったん。まあでもそっからだいぶ取り返したけどね。あそうなんや、うん、夏休みとか毎日投稿、はいはいはい、日本とかやって、やっぱそういうのやると変わるんやな。変わる変わる、でもほんま、見てくれてる人は見てくれてるからもうええわと思って。まあ確かにな、そう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 、別にそいつの人格が好きで見てるわけちゃうもんな、もう俺動画内の人格とかもうほんまに終わってるから、俺のこと好きなやつどうなってねって思うけど普通に俺のせいで負けてんの俺ノラに切れるからなぶち切れ集見たらぶち切れ集ぶち切れ集あんな